肺がんの薬物療法について愛知県がんセンター中央病院呼吸器内科日田豊明先生にご講演いただきます日田先生よろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いします愛知県がんセンター中央病院の日田とみますよろしくお願いしますえ、私はあのですね いいろろ今までお話が外科療法放射線療法で最初に長谷川先生の方からも肺がん全般についてお話がありましたが私はその肺がんの薬物療法についてお話しします。まず肺がんはですね先ほどのお話のように非小細胞がんと小細胞がんに分かれます。 で、まあ、それに対する薬物療法ということなんですが、まあ、基本的にですね、この薬物療法というのは、この全身にがん細胞が散らばっている可能性がある場合ということで。まあ、血液のですね、流れに薬を乗せて治療しますので、えー、全身治療になります。全身療法です。で、まあ、この非小細胞がんと小細胞がでは、少し治療法が違います。まあ、それは性格が違うからなんですね。薬で、まあ、使う薬が違うというのがあります。それで。 肺がんの薬物療法は一般的に一番多くは行われるのはその全身に広がった人に対して全身療法として行うということですねそれから先ほどの話にありましたように胸の中にがんが減曲してましてもそれに対して効果を高めるとかですねあの胸に減曲しているといっても外に出ている可能性があるということでそれに化学療法を加えるとそういった使い方。 それから先ほどあの、用子先生がお話しされた手術ですね、まあ、手術をされて、えー、まあ再発しなければ一番いいんですが、あのステージの進んだものでは、やはり手術だけでは、再発の危険性が高いということで、手術をしてから化学療法を加える、それは術後の補助化学療法といいますが、まあ、こういった形で薬,薬物療法というのは使っています。 それで、まあ、具体的にです、ね、どういう治療どういうふうにです、ね、薬を使っているかといいますとそれほど難しくないんですがあのプラチナ製剤というのとです、ね、からもう第3世代の抗がん剤というのがあるんですがこのプラチナ製剤から1つそれから第3世代の抗がん剤から1つこの1つずつをです、ね、組み合わせて行うということが一般的に行われています。でまあ、その組み合わせはですね まあ、効果はですねどの組み合わせを使ってもあまり変わらないと考えられてるんですね。ただ副作用がすごい違うんですね。ですからあの患者さんのそのまああの若い人はそれほどでもないかもしれないんですが年齢が当たってくるといろんな腎臓の機能が悪いとかですねあの肝臓の機能が悪いとか糖尿病があるとかいろいろありますよね。ですからそういうことによってまあ、どの組み合わせがいいかということを選んで使います。 それに最近ではですねあの扁平上肥がん扁平上肥がんだけは別なんですが扁平上肥以外にはこの血管新生の阻害薬というのを併用するということも行われていますですからこの非小細胞がんのですね化学療法等の標準治療というのはですねこのプラチナ製剤に第3世代の抗がん剤を加えたこの2剤のプラチナ併用療法を行うとそして扁平上肥がんでない場合は ここのの血管の阻害薬をを使うううかかどとということを考慮しますですから例えばですね動脈硬化があって血栓症があるとかいう人にはこういった薬を使うのは難しいとかですね、まあ、それは個々の患者さんで検討して使うということになりますそれでですからその患者さんが最初に見えてですねもうがんが全身に広がっているというときには まず化学療法を行うわけなんですが最初に行うのを初回といいますか1次の化学療法という,うにいいます。で大体これはですね1ヶ月に1回ぐらいやるのをですね4回から6回ぐらい治療します。そうしますと4ヶ月とかですね5ヶ月6ヶ月6ヶ月というところでこれ治療が終わるわけですね。非、まあ、化学療法は ずっとですねエンドレスに続けるのがいいかというとやはりそれはですね効果もだんだん落ちてきますし副作用も強くなるということでも6回以上は一応行わないというような形にはもう定められているんですがじゃあ6回終わったらですねどうするかというと今までは6回やった後はですねもう治療を中断といいますか区切りをつけて経過を見てます。でもしし、ね、再発してくれば と言いますか全身に散らばってるものですからあもしというよりはもう再発してくる可能性が高いんですね。で再発してきましたら次の治療というのが二次間隔療法になりましてまたそれがあの何回かしまして腫瘍のが落ち着いたらまた一時中断しましてでまた腫瘍が勢いを盛り返したら次の治療をすると、まあ、こういうのが従来の治療だったんですね。でそれに最近はですねこの一次療法 メンテナンス治療という考え方も出てきましてそれはですねこの4回から6回ですね初回の治療をした後腫瘍はどうなっているかっていうとちゃんと残っているんですねですからえまあ患者さんによるとですねがんがあるのにじゃあ治療をしないというのはがんが出てくるのを待っているんですかという形でがんが進行するんじゃないですかという心配もあるんですねでこの一時化学療法というのはえまあ 初回の化学療法にがん、ねね、が増大していない時期に引き続いて再発が起こらないようにその短剤で最初の治療は2剤で行うというのをお話したんですがなるべく副作用が少ない短剤で化学療法を行うということなんですね。でこれを維持をすることによって再発をなるべく遅らすそして患者さんの生存をなるべく長くするということを目的に行っています。 で実際にはですね一次治療としてプラチナ併用療法をしましてでその後ですね胆剤のこのペメトロキシトっていう治療をしましてで、まあ、もしここで再発してくれば二次治療としてドセタキセルといった薬を使うと、まあ、そういった治療法ですでこれがもう最近ですねこの非扁平上肥がんでは特にしっかりと行われるようになってきています。 今までがその非小細胞がんということだったんですがじゃあこの小細胞がんがどうかということになるんですがこれは長谷川先生とかです、ね、横井先生とかいろいろお話があったんですが、まあ、1期非常に早い時期というのは手術をすることもあるんですねといいますか手術をしたら小細胞がんだったというのが本当は多いんですがで、まあ、1期の場合にはこの手術をした後に化学療法を加えるというのがあるんですが、まあ、多くはこの4期なんですねでですから4期ですかからら期化学療法 のみということにはなるんですがこの2期から3期という状態で見つばればこの化学療法に放射線療法を加えた先ほどの放射線の先生がお話しされたようにこの併用療法というのをしますで小細胞肺がんの場合は少し使う薬が少し種類が違うんですね一般的に一番よく使われているのがですねシスプラチンとエトポシトという組み合わせとかシスプラチンとイリノテカンという組み合わせですね まあこういったものを大体3週間から4週間を1コースとして4回から6コースを行うという治療を行っていますでまあ小細胞がんはあ化学療法とかですね放射線による、えー、効果が高いということでがんがん縮小効果は大体7割から8割というふうに言われていますで、まあ、その治療がですね効いた場合にはあの脳の転移をですね先ほどの話のようにもう肺がんは脳によく転移すると いうのがありましたが、脳への転移を防ぐためにも予防的に全脳照射をするというようなことも行っています。まあ、ただですね、やはり、えー、敵もま強いということですね。再発がやっぱり結構あります。ということで再発した場合にはノギテカンとかアモルビシンとかいろいろですね。まあ、その再発した形式によってどういう薬を使うかっていうのは個々の患者さんによってもちょっと違うんですが、もう。 あの次のです、ねえー、効くという可能性のある薬を使って治療するということを行っています。ではりますですから、まあ、もちろんあの異物でありますのでアレルギー反応が起こるとかあ髪の毛が抜けるとか吐き気とかお吐食欲不振といったものがやはり強く出てきます。それから 白血球とかです、ね、赤血球とか血小板のちょっとこの現象が違いますが減るというのがありますただですねこの辺のです、ね、吐き気とかですねお吐とかですね食欲不振ということに関しますとこの支持療法といいましてそういったのを防ぐ薬が非常にいいのがたくさん出てきたんですねですから最近では吐き気がです、ね、強くてです、ね、治療がちょっと困るという人は非常に少なくなってきました もうほとんどの人は吐き気もあんまりなく治療ができるようになってきましたただやはりあの吐き気というのはですね個人差が非常に強いということがありますのでえまあ症状がある人はもう早くですねあの看護師さんなり医者の方にお話ししてまあやはりなるべくですねそれを軽くするような対策をえ講じてもらうということも必要かと思いますそれであの今までですね化学療法で薬物療法ということをお話ししたんですが 今までお話したのはいわゆるですね従来あるからある抗がん剤のお話をしていますですからこの化学物質によってがんの増築を抑えがん細胞を破壊するというえ化学療法だったんですがこれはあの先ほどの放射線の話と一緒で正常細胞にも作用するんですねですから非常に副作用が強かったわけなんですで一方この分子標的療法といいまして がんの細胞だけが持つ生存増殖に関する物質を標的にするという治療法があります。これがですね今一番進歩してきましてこれが肺がんの治療成績を非常に格段良くするんじゃないかということで期待されているわけなんですがそれにですね今後免疫療法ということも非常に有望だなというふうに考えているんですがじゃあ分子標的治療とはどのような治療ですかということになりますと。 先ほどの話の話よううににがん細胞だけが持つそういったものをターゲットにしているんですねですから正常細胞が持ってなければ、えー、正常細胞は非常にその副作用が軽いということになりますただ標的分子というかその標的になるものがない患者さんはですねその薬をいくら使ってもその分子標的治療は効かないということになりますですから そういう標的治療があるかどうかを調べて、その標的治療っていうか標的部位がある人にはこの薬を使うということになります。ですから、ま従来の抗がん剤で副作用が強いというのがこの分子標的で治療でがん細胞だけを狙い撃ちにするということで非常に副作用が少なくなるということが期待されているわけです。で、まあ実際にですね、この標的分子というのは遺伝子の異常によってだいたい 起こっているんですねで遺伝子がどう異常があるかということを調べる必要があるんですね。で今あの普通のですね一般診療で行われている遺伝子の異常の治療ができるものはこの EGFR の遺伝子の異常というのと ALK の異常この2つは今どこの病院でも治療ができるというふうになっています。で これは名古屋ドームの中日巨人戦なんですが例えばこれ人がたくさん観客の人がいるんですがこういうふうに遺伝子がです、ね、細胞の中には詰まってるわけですよね。でこういう配列があって例えばですねこういうとこでドライバーが遺伝子っていう言葉をお聞きになったことあると思うんですがこのドライバーが遺伝子があるから肺がんが増殖するというような遺伝子があるんですね。でこれがあると肺がんが増殖するということ。ということは逆に言うとですね ここを抑えてやれば肺ががんんの増殖が止まるんですねだからあのこの部位を抑えるようなこの部位の遺伝子の働きの結果として起こるような物質を抑える薬を作ればこの肺がんはコントロールできるということになります。で実際のですねあのうちの患者さんでも例えばここにがんが肺がんがあるんですね。そうししまますすとと分子用的治療をしますと これはもうその分子標的にあった薬を分子の標的にあったあの薬を使っているんですがそうしますとここにあったのがですね2週間ぐらいですねこれあの空洞になっているんです。だから2週間ぐらいでがんが消えているんです。ですからまあこのように合う薬を使えば非常に効く可能性があるというふうになります。今のところですねこの先ほど EGFR と ALK の2つはどの病院でも治療ができるというふうにお話ししたんですが この EGFR の場合は大体ですねこの非小細胞患者,さん患者さんが10人見えると3人から4人がこの EGFR っていう異常があるんですね。それから ALK というの異常に関しては100人見えると3人から5人ぐらい見えるとそういった頻度になります。ですからまあそういった人はあのがん細胞のですね遺伝子の異常を見つけてそういう遺伝子の異常があればそれに合う薬を使うというふうになります。 でただです、ね、これ、長谷川先生もお示しになったんですが、この EGFR と ALK というのは、これ、今、どこの病院でもできるんですが、まああのまあ、地下というかです、ね、あのまあ、水面下では、例えば RAS とかですね、h ーツ2とか RAF とか、r e d ロ o s 1とか PIC3A とか m e トとか、まあ、こういったものに対する薬はもうすでにありまして、実際にはもう臨床治験という形で、全て治療しています。 ですから表に出ているのは今2つですがそういったたくさんのものも今後、治療ができるようになりますしさらに今年のです、ね、ことしのネイチャーっというのに載っているそういう文献ではこの青い部分、ですねこの赤い部分はもともと去年まであったんですがこの青い部分に関してはさらにです、ね、新たな遺伝子の異常というのも分かってきました。でですすからですね 去年だから患者さんにどんどんですね治療法が新しい治療法がもう出てきてるということになりますで、まあ、この非小細胞がの治療方針としては、まあ、あの組織を見てそれから遺伝子の異常を見てそれに合った治療を行うということで、まあ、そのこの分子標的治療がですね適用になる人はこの分子標的治療をしてからまあ 再発した場合にはあの抗がん剤を使うとか、まあ逆に抗がん剤を使ったから分子標的に使うとか、まあいろいろ治療法はあります。まあただ肺がん学会では今この分子標的治療を先に使うというのが推奨されています。で最後にですねあと免疫療法というのこれが非常に最近あの注目されておりましてもともとですね癌細胞っていうのは、えー、自分の正常細胞がですね、えー、遺伝子の異常が起こって癌になっています。 とということで、えー、免疫細胞から自分が攻撃されないようなです、ね、そういうあのメカニズムをもう持ってるんですね。ですからいくらです、ね、免疫のが自分の中にあっても免疫から逃れる技をがん細胞が持ってますのでなかなかです、ね、あのリンパ球が 樹状細胞がある NK 細胞があるといってもがん細胞を攻撃できないんですよね実際には。でそこの部分をなんとかできないかっていうのが今です、ね、進行中の免疫治療ですなわちですねこのがん細胞があると免疫の細胞がありますよねそうすると自分はですね敵じゃないですよっていうような、まあ、簡単に言うとシグナルを送ってるんですね免疫細胞に。ですから免疫細胞がここにがん細胞があっても攻撃しないんですね。 ですからその部分をブロックしてやるこれが今の一番最先端の免疫治療になるんですがこうブロックしてやると免疫細胞がですねがん細胞をがんと認識して攻撃するようなんですね。これが一番新しい治療なんですが実際にうちでもこの免疫治療をしますと例えば5 6センチぐらいですねあった腫瘍がもう写真ではもう見えないぐらいになるというふうになっているように非常に有望な治療と。 いいうふうふに考えられています、まあ、ただ副作用がです、ね、ゼロとかいうその夢というところまではまだいってませんのでやはりいろいろまだ今後の検討が必要ということになるんですが、まあ、これ最後のスライドで、まあ、この肺がんの腺がん長谷川先生の話のように一番多いんですねこれが一番肺がんで多いんですが今まではです、ね、ここに肺腺がんの患者さん100人見えるとするとみんな区別が使わなかったんですねみんな同じみんな同じ治療をしてた。 っていうのが少し前までだったんですが、ただです。こういうドライバーがん遺伝子という遺伝子の異常がですね。分かってきますと、実際はねまあみんな真っ白じゃなくてこうに分かれるんですね。ですから、黄色の遺伝子を持った人、赤の遺伝子を持った人、この水色の遺伝子を持った人っていうのは違うんですね。ですから、例えば黄色のこの人に黄色にあった。そういう分子用的治療をすればもう非常によく効くと。 だけど逆に赤の人に黄色の,その治療をしてもです、ね、ほとんど効かないですね。ですから、遺伝子をです、ね、しっかり調べて、えー、その遺伝子の異常に合った治療をすると、まあ、それが今の個別化治療ということになるんですがもうこれが一番大切というふうに考えられます。でまあ、あの先ほどお話ししましたように去年なかったものが今年出てくるというふうにどん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 こう日進月歩で出てきていますので 長谷先生の最初のスライドのように、えー、諦めずにですねどんどんその後の治療が出てくるというまさしく肺がんに関してはですねもう10年前と比べるとです、ね、この治療法の進歩というのがもうすごい急にいろいろ出てきてるんですねですから昨日できなかったのが明日できるかもしれないということがありますので、まあ、その辺はですね、えー、しっかりと、えー、医療関係者患者さん手を取ってしっかり治療を ですね。研究を続けて、えー、その癌を治すようにしていきたいと思いますので、また今後ともよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。平先生ありがとうございました。この後のトークセッションもよろしくお願いいたします。